日本青森県青森市新町新町は青森県青森市の地名。新町1.2丁目が設置されている。郵便番号は030-0801。新町は青森駅、東口駅前広場から東に伸びる新町通りの両側に沿って細長く約1キロにわたって連なる町である。中心市街地の中では北西寄りの位置にあり、 市内でも最も数多くの商店が集まる商店街であり、旧市街地の中では最も繁華な地区といえる。新町通りのほぼ中間で八甲通りが交差している。八甲通りを境にして、西側が一丁目、東側が二丁目となっている。北は新町通りと平行に断続して走る工事を隔てて、安型、東は柳町通りを隔てて本町、南は 青森市都市計画道路3.49図書館通り、新町線を隔てて、古川、長島、西は、青森駅前広場を隔てて、柳川に接する。新町は、東西に走る新町通り沿い、図書館通り、新町線沿いで、町の様相が大きく異なる。また、それぞれの通りの中でも、東西で、町の様相に、大きな差が見られる。特に、図書館通り、 新町線沿いは一丁目と二丁目で大きくその様相が変わる。一丁目はニコニコ通りと呼ばれる商店街、二丁目は館長街となっている。この地理の項目では新町通りニコニコ通り、館長街と三つに分けて説明することにする。ついで新町通りと直行する通りを紹介する。新町通りは 青森駅の駅前通りであり、青森市の目抜き通りに位置づけられる。通りの両側には商店と事務所ビルが立ち並ぶ。新町商店街は青森市随一の商店街であるが、近年は郊外の商店街との競争にさらされ、様相が変化している。前世紀にはほとんど見られなかった住宅マンションがところどころに見られるようになった。新町通りの道路設備新町通りは、 全幅25メートルで両側に歩道が設けられている。車道は2車線であり、冬には海水を利用した融雪パイプで路面に散水し、雪を溶かしている。歩道については一部を除きアーケードが設けられている。アーケードが初めて設けられたのは1959年頃と言われている。当時は1階の窓の上までの高さに過ぎなかった。その頃のアーケードは、 現在も二丁目の高屋の小切り浜の店前に残されている。1977年のアスガロ国体の頃、現在のアーケードに掛け替えられ、二階の窓の上の高さとなった。1990年代終わり頃に、電線地中化工事とともにアーケードと歩道が一部改装された。自転車通行帯はオブジェ等で区切られた歩道の最も外側の 屋根がかかっていない部分に整備された。また、同時にアーケードの看板、信号機等も更新され、歩行者用のものは待ち時間を表示するものとなった。歩道内には随所にオブジェや掲示板が設置されている。新町通りの主な施設商業、公共施設の郊外移転と再開発青森市は繁華街の移動を繰り返してきた都市である。青森駅の正面玄関が 明治末に新町通りを区に移転してから新町は発展した。周辺は線路により市街地が南北だけでなく東西にも分断されたため現在の青森市西部地区南部地区に相当する地域の発展は抑制されていた。しかし1970年代から都市機能が次第に郊外に移転していった。まず青森市中央卸売市場が1972年 青森市横内地区に新設され、安型にあった青森市営業市場の機能の大半も、そちらに移転した。ついで、1977年、ジャスコを各店舗とする、サンロード青森が、同志浦町技奥野に完成、新町をはじめとする青森市旧市街地の商店も、ここに支店を設けた。その他、郊外に立地する小売店舗も徐々に増加し、浦町地区も、 さらなる変貌を遂げた。ついで、郊外に公共施設が移転、新設されるようになった。長島にあった青森県立中央病院が、つくり道地区に移転し、1990年代には、青森県総合社会教育センターが、荒川地区に設置され、ついで、新町2丁目にあった青森県立図書館が、その隣接地に移転した。そして2000年前後、 再び郊外型大規模店舗の出店が始まる。1999年、石江三代にジョイフル式南西ワイパス店が開店。翌年、浜田地区に伊東洋華堂青大森店が開店した。その後、浜田地区を中心に大規模店の開店ラッシュが続き、新幹線の新青森延伸前後から駅のある石江地区にも大規模店が開店し始めた。一方、 1990年代末頃から新町通りの空き店舗が問題化した。新工策としてパサージュ広場やアウガ、ミッドライフタワーの建設が行われた一方で、新町の比重も青森駅前へと移動していった。新町一丁目のうち、青森市都市計画道路図書館通り、新町線に面する部分は、隣接する古川一丁目のうち、この道路に面する部分と一体化した。 商店街を形成している。道路の両側にはアーケードが設けられている。医療品、食料品を扱う商店、飲食店など、小規模な商店がよく見られる。このうち、青が周辺は、生鮮食料品を扱う商店が多い。ただし、商店数は近年減少傾向である。ニコニコ通り沿いの主な施設新町二丁目のうち、青森市都市計画道路図書館通り、 新町線に面した部分は周辺に官庁が多い。隣接する長島一丁目も青森県庁などがあり、新町二丁目と一体の官庁街を形成している。新町二丁目官庁街の主な施設その他、新町通りには直行する通りがいくつかある。新町は1671年に町立てされた。 その直後、この町の南に接する場所に、広崎藩主の宿泊所である青森オカリアの建設が始まった。明治期になっても一部に湿地が残っていたものの、新町小学校をはじめとして、青森市藩学校など、様々な学校がこの地域内に建てられた。新町が商業地として大きく発展するのは、大正期からであると言われる。1906年、青森駅の改築で、 駅正面出口が安形通り側から新町通り側に移動したことから徐々に発展し、それまでの湿地が埋め立てられ、各種数多くの商店が建てられた。1921年、柳町通りとの交差点北西角に松木屋五福店が開店し、昭和初期までには大町通りに変わり、青森市内随一の繁華街として成長した。 1945年7月の青森空襲によって、ほとんど怪人に返すも、戦後は復興し、引き続き買い物客で賑わう商店街となった。1968年9月1日、青森市中部地区の住居表示実施により、周辺の各町の一部をも取り込み、新町1.2丁目が成立した。平成に入る頃から、青森市の郊外店舗が充実して、 新町周辺の商店の買い物客が減少し、新町通りはその性格の転換を迫られた。半世時代から住居表示実施前までの新町は、現在の昭和通りから柳町通りまでの間であり、西側から順番に上、新町、中心町、下新町と三つに分けて呼ばれることもあった。おおむね、昭和通りと県庁通りの間が上、新町、県庁通りから、 武藤神社表通りまでが中心町、武藤神社表通りから柳町通りまでが下新町であった。隣接する柳川一丁目に JR 東日本青い森鉄道青森駅がある。地域内のバス停は次の通り。ありがとうございます。